複数の情報筋が ESPN に語ったところによると、デビッド・フレッチャーの親友で、2018年から2020年までカンザスシティ・ロイヤルズでプレーしていたコルビー・シュルツは、フレッチャーがチームに在籍中に出場したエンゼルスの試合を含む野球にかけていたという。シュルツ氏はフレッチャー氏の親友の一人であると述べている。二人は共に29歳で、カリフォルニア州オレンジ郡で育った。フレッチャー氏はシュルツ氏のインスタグラムの投稿にたびたび登場する。水原に対する連邦訴状の中で、当局はボーヤーが水原の通信情報をブックメーカーさんとして知られる関係者に送ったと述べている。関係者は ESPN に、シュルツ氏がブックメーカーさんだと語った。フレッチャー氏はまた、3月に ESPN に対し、以前ゴルフをしていた時に一度ボーヤーに会ったことがあり、ボーヤーがポーカーゲームの当時にブックメーカーだったことは知っていたと語った。同氏は、自分自身がボーヤー氏の組織にかけたことは一度もないと語ったが、今回の報道で疑惑が浮上した。おいおい、穏やかじゃないな。また大谷にも飛び火しないことを祈る。米のニュースが出始めた頃にフレッチャーの名前も出ていたのよね。確かフレッチャーが堂本を紹介したとかって内容でうろ覚えでもすぐにフレッチャーの名前は消えたから間違いだったのかなって思ってた。本当のことかどうかはわからないけど親友に暴露されてて笑う。永久追放案件やんてか最初の方に報道ボーヤーに水原紹介したのフレッチって本当にそうだったんじゃないのかねこれ。ゴミゴルフ場で知り合ったただのゴルフ仲間とか訂正させてたけど、野球賭博をしていたのは友人なんだから、まだ救われる可能性はあるけどさ。これ、八百長も疑われちゃうのでは？どっちにしろ罪でしょ。